パリへ。不思議な絵画の錬金術師。お待ちしていましたよ、二人とも。青空人形劇ってことは、今日はお外でやるんですね。ええ、たまには趣向を変えて、ね。ああ、来た来た。こっちよ。遅くなってすまない。こちらにはあまり来たことがなくてな。お父さんが迷ってどうするのさ。私だって迷うことぐらい。おっと紹介するわね。おっ久しぶりね。あれ、シスターと二人ってお知り合いなんですか。ああ妻だ。ってことは
シスターってドロッセルさんの？うん、お母さんだよ。ごめんなさい、準備を進めてもらえるかしら。まあ。シスター？ありがとうございました。これにて本日は終演です。せっかくの人形劇なのに全然頭に入ってこなかった。私もシスターたちのことが衝撃的すぎて。すみません、パメラ、後のことは任せましたよ。わかったわ。フリッツさん、あのシスターって本当にお二人の？うん、間違いない。家出した？うん、家出させちゃった。ああ、私たちが彼女のことより人形に夢中になってしまったせいでな。今まで最高の人形劇を目指してきたのは彼女に見せ、私たちの思いを伝えるためでもあったのだな。さっき会って分かっちゃったんだよね。今のお母さん結構充実してるみたいだから。ああ、放っておいてやった方があいつにとっては幸せなのかもしれないな。ドロッセルさん、本当にそれでいいんですか？
がまずった？そろそろ気合を入れて。これでオッケー。よし、とりあえずはいい。特性はどれがいいかな。これにて完成。変態しまった。おお、変態少年じゃないか。君にはまた会いたいと思っていたんだ。一緒に茶でもどうだろうか。すみません。まあそういうな、私と君の仲だろ、ルアード。なぜ僕がルアードだと分かった？いやあ、そんなことはないぞ。彼女は人に言いふらすようなことはすまい。気づいたきっかけは変態の言い方だ。今まで罵られたことは数あれど、あんなに聞く言われ方はアトミナ以外にないからな。それだけで気づける時点で十分変態だと思うんだけど。ま、長年の勘というやつだ。そうかな。今でも悪の錬金術師のつもりなんだけど。真の悪は己のことを悪とは言わんす。分かったようなことを言いやがって。今の君よりは年上だ。なあルアード、これからはまっすぐに歩いていくんだぞ。ああ、心に留めておくよ。それじゃあね。ああ、さらばだ、変態の少年。そっちこそ。しろとは言ってくれたけど、イルちゃんに申し訳なくて。師匠は全然気にしてないって言ってましたよ。フィリさんは旅をしてこそだって。そうは言っても、ほら、イルちゃんって素直じゃないところあるし。もう素直じゃないのはどっちなんですか。そんなに気になるなら本人に聞いちゃいましょうよ。悩んでるなんてフィリさんらしくないです。フィリさんはいつも元気でいなきゃ。二人とも、そうだよね。私、イルちゃんに聞きに行ってみる。私のこと正直にどう思ってるのか。はい、そうしてください。きっと悪いようにはなりませんから。ありがとう。よし、バッチリ覚悟を決めないと。目的地はキラムクママニー。落ち着いて、私覚悟は決めたはずだよ。お、フィリスさんだ。なんか
もじもじしてるね。仕方ない、ここは一肌脱ぎますか。あ、フィリスさん、私たち師匠に会いに行くとこなんですよ。え、ちょっと、わあ、引っ張らないで。あら、あなたたち一緒に入ってくるなんて仲がいいのね。いえいえ、フィリスさんがアトリエの前で尻込みしてたもので。フィリスさん、師匠に聞きたいことがあるんですよね。うくく、褒められた。わかった、わかったよ。イルちゃん、私がアトリエを放って旅に出たこと。怒ってないわよ。早っ。でもほら、自分勝手だなとか、私を置いていくなんてとか。だから思ってないってば。二人にはもう言ったけど、あなたは自由そのもの。っていうか、一箇所にとどまってられないマグロみたいなものでしょ。マグロって。一箇所にいられないのは否定しないけど、それと昔からそうだけど、一人で思い詰める癖はいい加減やめた方がいいわよ。ほんと、変なところだけ真面目なんだから。そっか、私またやっちゃったんだ。もうフニみたいにだらけきった顔しちゃって。ただどこを旅してどんな場所に行ったとしても、最後は私のところに帰ってきなさい。あなたとのアトリエ、私はまだ諦めたわけじゃないんだからね。うん、わかった、約束する。いつか絶対だから、それまで待っててね。これで一件落着みたいだね。シスター、フリッツとドロッセルのことでしょ。フリッツが夫で、ドロッセルが娘。これは紛れもない事実です。そして私があの二人を不幸にしてしまったことも。不幸？前にも言ってましたけど、私が家出したせいで二人に辛い思いをさせてしまったのです。私をそっちのけで、人形について楽しそうに語るフリッツとドロッセル、それがどうしようもなく寂しくて悲しくて、気づけば家を飛び出していました。本当に今思えば本当に幼稚なこと。シスター、でも二人が元気そうでよかった。そのことが何よりの救いです。あの二人と仲直りしないでいいんですか。今さら無理ですよ。フリッツとドロッセルに伝えてくれませんか。どこ行く、どこ行く。ねえスーちゃん、シスターたちのことどう思う？ムカつく、イライラする。フリッツさんもドロッセルさんもシスターも。うん、みんな仲直りしたがってる。でもずいぶん長い間会ってないみたいだし、どうすればいいかわからないんだよ。ごめんなさいって、また一緒に暮らそうって伝えればいいだけなのに。そう、それだけ。だからね。きっかけか。それって一つしかなくない？スーちゃんもそう思った？三人が仲直りするきっかけってあれしかないよね。人形劇！フリッツさんたちを説得した方が早いかも。もともと最高の人形劇は仲直りのためのものらしいし。うん、
多分それが最善だと思う。どこ行く、どこ行く。フレッツさん、ドロッセルさん。なになに、どうしたの、そんなに慌てて。まさか魔物でも出たのか。いえ、人形劇やりましょう。お、つまり教会で人形劇をやるんですよ。うん、そういうことか。だが前にも言っただろ、あいつはあいつなりに充実した生活を送っている。うん、お母さんの今の幸せを壊す権利なんて。だからごめん、いろいろ考えてくれたんだろうけど。シスター言ってたんです、自分が家出したせいで二人を不幸にしちゃったって。何？お二人も言ってましたよね、シスターが家出したのは自分たちのせいだって。どっちも自分のせいだって考えてる。みんな心の底じゃお互いに謝ってまた一緒に暮らしたいって思ってるんじゃないですか。家族ってずっといるわけじゃないんです。だからこそ思うんです、一緒にいられるならなるべく一緒にいるべきだって。フリッツさん、ドロッセルさん、やっとまたシスターに会えたんでしょ。だったら深いこと考えずに仲直りしましょうよ。リディ、スー。そっか、お二人はお母さんのこと。お父さん、こりゃ完全に私たちの負けだよ。ああ、らしくなかったな。お母さんと仲直りしてみせる。ありがとう。はい、じゃあシスターに内緒で準備を進めましょう。サプライズってやつだね。なら脚本と人形の準備。ああ、二人とも申し訳ないが会場の手配を頼めるか。任せといてください、パメラさんに相談すればきっとなんとかなるよね。うん、ではお二人とも仲直りの人形劇。どこ行く、どこ行く。パメラさん、ちょっとご相談したいことが。まあ、なーに、いたずら。実はですね。なるほど、そういうことなら。やったー、さすがパメラさん。そうね、普通のお楽しみ会を装うってのはどう。なるほど、いいですね。シスターには私たちがお楽しみ会を主催するって伝える。お楽しみ会で何をやるかをぼかしておいて。おお、それならシスターも驚くはず。私が驚く？スー。シスター、二人とも当たって砕けるよ。惹かれちゃったら仕方ないわね。そうです、そうなんです、いつもシスターに開いてもらってるから。たまにはシスターにも楽しんでほしいなーって。そういうことでしたか。まったく、わかりました。二人が主催のお楽しみ会。やったー、ありがとうございますシスター。いえいえ、こちらこそ。よしよし、これで場所の確保はバッチリだね。あとはフリッツさんたちの準備を待つだけ。そういえば二人とも、お楽しみ会で何をやるかもう決まっているのですか。なんと二人で漫才をやるんですって。まあ、漫才ですか。ああ、そうそう、そうなんです。お嬢さん、それ言う通りはこっちで合ってますか。
はい、あなたの言う通りです。なんちゃってお上手ですねこれは期待できそうです。ございます、パメラさん。どういたしまして。もうちょっとギャグのセンスは磨いた方がいいわよ。うっ、追い打ちかけないでください。死ぬほど恥ずかしかったんですから。さて、行き先は失ったものへの後悔と届け。まあ、分からなくはないかな。珍しいね。取っておくことをお勧めするよ。またお土産を拾ってきたわよ。大事に使ってちょうだいね。立ち止まってる暇はないよ。人生はあっという間なんだからね。
トさんって時々おじいさんみたいですよね。どこかだ、行ってみろ、リディ。材料選択は目が命。
目が命。見てない見てない。これで調合。最高の人形と最高の脚本を仕上げてきたぞ。あ、本当ですか。ついに私たちも会場の手配は終わってます。急だけど人形劇明日やっちゃいましょうか。そうだね。じゃあ明日決行ってことで。二人も楽しみにしてるといい。劇には君たちをモチーフにしたところもあるからな。それじゃまったね。よし、お楽しみ会のことシスターたちに伝えてこなきゃ。うん、よし、スーちゃん準備はいい？バッチリだよ。さあ。ああ、二人とも。いいえ、構いませんよ。何せ、二人のお楽しみ会のためですからね。お客さんもかなり多いみたいだし。はい。あ、そろそろ開演の時間みたいだね。皆様、ようこそ。お越しくださいました。上がりすぎ。ほん、今日のお楽しみ会は私たち姉妹の漫才。その前に特別なゲストをお呼びしているんです。お招きいただき光栄です。人形師のフリッツとドロッセルです。あなたたち、被災者に場を提供してもらってな。今から人形劇を演じさせてもらおう。私たちの最も大切な人のために。お二人ともよろしくお願いします。今から語りますのは4人の錬金術師たちが紡ぐ絆の物語。一人は命を持った本と出会った優しい少女。もう一人は外の世界に憧れを抱く快活な少女。そして亡き母との約束を胸に二人寄り添い暮らす仲睦まじい双子の少女たち。彼女たちがたどる希望に満ちた足跡、ぜひ最後まで目を離さぬよう、我らがお送りする最高の人形劇、不思議な不思議な物語。うわー、疲れだ。想定外だったよね。でもお客さんはすごい喜んでくれたし。まあ面白かったのは認めるけど。なっ、気づかれないと思ったのだが、まさか見抜かれていたとは。うんうん、私も気づいてたよ。あなたもまだまだよ。アドリブの部分丸分かりだったもの。ゲッ。お母さんは相変わらず厳しいな。そりゃあね、人形劇への愛情はあなたたちにも負けないんだから。帰ろっか、スーちゃん。うん、帰って漫才の特訓しないとね。なんでそうなるの。この間の人形劇、不思議な不思議な物語、とってもすごかったです。私たちのことを題材にしてくれたのも嬉しかったな。そりゃあね、二人とも最高の人生を歩んでるし、最高の人形劇のテーマとしてはうってつけだったってわけさ。
チビプラちゃんも新しく作った等身大フリスちゃん人形もいい働きをしてくれた。いきなりフィリスちゃんそっくりの人形が出てきた時はすごく驚きました。あ、そうそう、それ私許可を出してないんですけど。ん、そうだったか。まあ最高の劇のためだ。もう大活躍してたし、いっか。あれ、フィリスさんにソフィーさん。うん、教会でやってた人形劇の感想を伝えてたの。私も私も感動しましたって伝えに来たんだ。へえ、あの人形劇ソフィーさんたちも見てたんだ。うん、二人の漫才もバッチリ見てたよ。昔は無菓子でお菓子がない。フリッツさん、ドロッセルさん。うん、あの子たちの将来はまだわからないけど、幸せをつかむのは間違いないと思ってね。だからとびっきりのハッピーエンドで締めてみたの。へっへ。うん、我が娘ながら最高だったぞ。ドありがとうお父さん。じゃあくしくもみんな集まったことだし。そうだな、最高の人形劇追加公演としゃれ込むか。うわーい、それじゃあ前座はマーレン姉妹の漫才に決まりですね。ちょっとフィリスさん、もう人形劇を見たいけど漫才はもうゴリゴリです。そうか、では私たちの出番だな、ドロッセル。おーよお父さん、みんなの魂ガンガン揺さぶっちゃうからね。目的地は気の向くままに。だから何度頼まれても。そこをなんとか。フリッツさん、お願いします。あれがないと私これから先生きていく自信があります。君も大げさだな。別にそこまでではなかろうに。いえ、そんなことはありません。あれがあるのとないのでは。だから人形劇で使ってた等身大フィリスちゃん人形。ダメだ、彼女は私の劇の大事な一員。わかりました。へえ、やっと諦めてくれたか。まったく。ではこれならどうですか。な、これほどの大金どうやって。お店で稼いだお金ですよ。フィリスちゃんが受け取ってくれないからたまる一方で。だが、いくら金を積まれても彼女を売るわけには。売ってくれとは言いません。新しく作ってくれればいいんです。そのお金があれば足りますよね。それとも。私の負けだな。わかった、この金で最高の等身大フィリスちゃんを作ってやろうではないか。やれやれ、彼女は全く変わっていないな。若干行き過ぎの感は否めないがな。どこに行こうかな、どこに行こうかな。どうだ、お母さんに教わった焼きプニだるまの
それじゃあ出かけましょう。よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。今日はどんな景色が見られるかな。いざ出発。凍っちゃうよ。スーちゃん、くっつかせて。おっちゃん、凍ってる。さあ、行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。目的地はどのあたり？とっておきだ！さてさて、この材料。よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。よっこらせい。お、いいものね。よし、大事なことが片付いた。これなら情報も。よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。さあ、魚たち、真剣勝負の時間だぞ。
たち、真剣勝負の時間だぞ。きれいに釣れたな。満足満足。この道具なら。さあ魚たち、真剣勝負の時間だぞ。というわけで、今日の授業はおしまい。二人とも。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
はいつまで経っても座学がダメね。はーい、ありがとうございます。お菓子を食べられるならもっと勉強頑張れる気がするな。言ったわね。なら部屋を埋め尽くすくらいお菓子を用意しておこうかしら。え、いや、お菓子は食べたいけど、やっぱり勉強はしたくないです。スーちゃんは正直すぎるよ。もっと真面目に勉強しないとダメでしょ。聞こえない聞こえない。ねえ師匠、錬金術がぐっと上手くなるコツなんかないんですか？勉強とか経験とかが大事なのはわかりますけど、他の方法はないのかなって。切磋琢磨できるライバルを作るとか、私にとってのフィリスみたいな。なるほど、ライバルか。私たちのライバルって言うと、ルーちゃん？ああ、あの子はうってつけね。優秀だし、負けず嫌いみたいだし。それに加えて、そもそもあなたたち二人がライバルみたいなものじゃない？言われてみれば、同じ時期に錬金術を始めたし、負けたくないとも思ってるし。え、スーちゃんがライバル？手応えないな。なんだと？いくらリディでも今のは聞き捨てならないよ。ごめんごめん、冗談だよ。スーちゃんはとっても手強いライバルです。ライバルがたくさんいるのはいいことよ。二人とも仲良く張り合いながら頑張りなさい。はーい。師匠とフィリスさんみたく、時にひごみ合い、時にイチャイチャしながらが、いつイチャイチャなんてしたのよ。え、それは割としょっちゅう。してない、断じてしてないから。もう、大変、また師匠がスパルタモードになっちゃいそう。やばいやばい、逃げろよ逃げろ。まったく、今度顔に墨で師匠への敬意を持ってって書いてやろうかしら。別に私イチャイチャなんてしてないし。の言う通りです。まったく、返す言葉もございません。ちょっとどうしたんですか？怒っているのではなく、呆れているのです。自分が苦手なお仕事まで引き受けるなんて。まあ、なるほど、そういうことなら私たちがお手伝いしますよ。はい、ソフィーさんにはこの前も助けていただきましたから。二人とも、ごめん。それじゃあお願いするね。やれやれ、すみません。任せてください。それでその依頼って？ね、お化け退治なの。え？私、お化けってどうしても苦手で。スーちゃん、ソフィーさん、大変申し訳ないのですが、この話はなかったことに。今さらダメに決まってるでしょ。ほら、やだ、お化けは怖い、許してリディ。ダメ。それじゃあソフィーさん、やだ、お化け退治に行くくらいなら死
これに懲りたら、しっかりと反省することです。もう何度言ったか分かりませんよ。本当にすみません。以後絶対気をつけます。さて、行き先は、さて、どれくらいサボ休憩しようかな。左にプニ。さて、行き先は、依頼のお化けってあれですよね。いやー、本当にお化け、悪霊隊さん、悪霊隊さん。あ、ダメだこの人たち。ここは私がしっかりしないと。気は乗らねえがぶっ倒す。受けてみろ。開け。今が使う時。余裕余裕。なんとかなった。多分大丈夫なはず。ありがとね、二人とも。いえいえ、でもソフィーさんって本当にお化けが嫌いなんですね。それなのにどうしてこんな依頼を受けちゃったんですか。依頼人さんがとっても困ってるみたいだったから。その気持ちはよくわかりますけど、先生はいくらなんでも優しすぎです。今度から苦手な依頼は私に回してください。私たちもいつでもお手伝いします。ぜひ遠慮なく言ってくださいね。ただしお化け退治以外で。みんな、うん、ありがとう。さて、そろそろ帰りましょうか。倒したお化けに呪われても困りますしね。倒したお化けに呪われる。お給だよ、お給。こうしないと。まあ先生のそういうところ、すっごく尊敬してもいるんだけどね。はい、そうですね。私も憧れちゃいます。フィリスちゃん、リリーちゃん、早く来ないと。呪われるのは嫌。良ければ教えてあげるね。ごめんなさい。せっかく教えてもらったのに。思ったよりも大惨事になったけど。いくつかアドバイスするね。まず、
次に料理を誰に食べさせたいか考えること、常に強火にしようとするのをやめること。そりゃ焦げるよ。強火にした方が時間短縮になるじゃないですか。なってないよ、焦がしちゃったら台無しだからね。とにかく私のアドバイスを守ってみて。そうすればきっと美味しいお料理を作れるはずだから。はーい、家に帰って練習してみます。ありがとうございました。私も昔同じようなことしたな。実はさっきのアドバイスっておばあちゃんからの受け売りなんだよね。頑張ればきっとうまくいくはず。料理は根性だよ、すーちゃん。どこに行こうかな。かわいいお花がたくさん。アトリエに飾ってみたいな。冷たい。私にだってできるもん。もう怒ったんだから。勝負の時間です。どれ作る？どれ使う？これで決めちゃう？素敵だけど効果は抜群。また強くなれたみたい。素晴らしい。すべての宝は我が手の内に。じゃあ行こうか。いいものを見つけたら教えるね。右よし左よし俺様かっこいいよしなんてな。Bye.
楽勝だな。おととい来やがれ。全ての宝は我が手の内に。せっかくの魚介類だけど帳簿に使うから食べちゃダメ。またお土産を拾ってきたわよ。大事に使ってちょうだいね。あ、またコップ割っちゃった。リリーさん、少々気になることがあるのですが、久しぶりに力こぶ触らせていただいてもよろしいでしょうか。あ、うん、いいよ。ふん、どうだった？やばい、やばいなんてもんじゃない。冗談抜きで石より高い。それは言い過ぎだと思うけど、でも鍛えた成果は出てるかな。ちなみにさ、最近のリリーってどんなメニューをこなしてるんだっけ？ん？腕立て3000回に腹筋5000回、スクワットと背筋を2500回ずつだね。あ、あと追加メニューでドラゴンさんと相撲してるよ。まあ大体一発で投げ飛ばしちゃうんだけど。どうして、どうしてこんなことになっちゃったの？私、どこで道を間違えたの？さーて、そろそろプロテインでも飲もうかな。あ、生卵もいいかも。戻って。お？戻って！元の華奢だったリリーに戻って！強くならなくてもいい。その分、私が強くなって、リリーを守るから。だから元のリディに戻ってよ。こんな隠れマッチョのマッチョリディやだよ。スーちゃん、かわいそうに。筋肉が足りないからそんなことを言うんだね。え、リディ大丈夫だよ。すぐにスーちゃんにも筋肉をつけてあげるから。スーちゃん起きて。スーちゃん、むにゃー、やめてー。生卵を飲まさないでー。スーちゃん、ごめん。思いっきり叩いてごめん。リディーは、リディーは、どうか弱いままで。スーちゃん、ごめんね。はい、
くままに。はい、俺サボります。日向ぼっこしていきます。それじゃあ出かけましょう。
材料選択は目が命。どんな触媒入れればいいかな。なんだっけ、触媒。さて、どいつから調合してやろうか。はもっと欲しいし、あれ、保存食がどうのって旅の計画でも練ってるんですか。あ、うん、先生たちとも会えたし、もうしばらくしたらメルベイユを出ようかなって。そっか、フィリスさんってマグロでしたもんね。その言い方はやめて、なんか生臭そうだよ。フィリスさんいなくなっちゃうのか。つ
次の目的地って決まってるんですか？ううん、決めてない。行きたい場所にフラッと行けばいいかな。ただ目標は決めてあるんだ。ズバリ、みんなに恩返しをすること。恩返し？ふん、これまで通り旅をしながらもっともっといろんなことを勉強して、いつか私が学んだことをみんなのために使うの。お世話になった人にもそれ以外の人にも。それが私の恩返し。まあ我ながらぼやーっとしてると思うけどね。ううん、とってもフィリスさんらしいです。はい、優しくて立派な目標だと思います。ありがとう。よし、待ってろ世界、私が恩を返しまくってやるからな。さあ行こう。さて行き先は、
行く、どこ行く。さて、何を作りますか。だいぶ評判が上がったみたいね。どうする？ランクアップ試験受けてみる？わかったわ。いよいよ A ランクへの挑戦なのね。のみが書ける書状ね。つまり今回の課題をこなせば双子ちゃんも公認試験の受験資格を得られるってわけね。そっか。だとすると今回の課題ってそう簡単にはいかないかも。ミレイユさん、今メルベイユにいる公認錬金術師の人っていうと、イルメリアさんにフィリスちゃん、それにソフィーさんとロジャさんね。推薦状は誰からもらってもいいわ。
とにかく3枚揃えてくること。ファイトあるのみよ。どこ行く、どこ行く。お父さん、お父さん、推薦状ちょうだい。推薦状、どういうことだ。だよね、ランクアップ試験の課題でね。なるほど、なかなかの難題を出してきたもんだな。ま、今から出す課題をこなしてきたら推薦状を書いてやろうじゃないか。やったー、ありがとうお父さん。それで課題はオネットに親孝行をしてくること。親孝行、本当にそれだけでいいの。こんなに娘思いの父親を捕まえて何を言う。本当にただそれだけだぞ。うわぁ、うさんくさい。あー、ちょっと待て。オネットへと。よし、この手紙に課題のことをしたためておいた。まずはこれをオネットに渡すことだな。ちょっと、今笑ったでしょ。絶対何か企んでるでしょ。そんなことはない。ほら、行った行った。すごい嫌な予感がする。さて、行き先は天国ってこんなところなのかな。おばあちゃん、なるほどね、ここにはいろんなものが眠ってそう。今週の週刊プラムも最高だったな。ハルトさんも漫画読んでる。イメージと違いすぎる。よっこらせん。違うわよ、あなたたちも推薦状を集めるくらいに成長したんだなって思った。それじゃあ親孝行ってことで二人にお願いね。お母さん、無限に書ける日記帳が欲しいな。無限に書ける日記帳、またどうしてそんなもの。ああ、
私、日記をつけるのが趣味なのよ。字を書けそうなノートもあとわずか。というわけで、いつまでも書ける日記帳が欲しいな。それ、絶対お父さんの入れ知恵でしょ。ずるいずるい、不公平だよ。まあ、二人が親孝行してくれるって話だから、欲しいものを言っただけなのに。嘘くさい。わかったよ。そういうこと。できれば、書きやすくて、可愛いのをお願いね。あ、ビビッときた。あ、二人とも、またお土産を拾ってきたわよ。大事に使ってちょうだいね。よし、作れるものが増えた気がする。誰作ろうかな。かける日記帳、ちゃんと作れたみたいだな。お母さんに頼まれたもの教えてないのに。やっぱりこれお父さんが仕組んだんだね。ギグ、急にオネットに会いたくなったな。さーて、絵の中に出かけるとするか。お父さんったら本当に。まあ課題だから仕方ないかもしれないけどさ。ねえ、じゃあ私たちも絵の中に出かけようか。リリー、重くないか？荷物持ってやってもいいぜ。マティアスさんったら、女の子にはすぐそういうこと。気は乗らねえが、ぶっ倒す。受けてみろ。眠れ。攻撃！
の秘密？なんかあったっけ？随分なはしゃぎようだな。そりゃもちろん、だって私の宝物たちからのプレゼントだもの。なんだか字を書くのがもったいなくなってきたわ。額に入れて飾っておこうかしら。せっかく作ったんだから使ってよ。ほら、書きやすいように紙も工夫したし。冗談よ、ありがたく使わせてもらうわね。私たち二人の心を込めてあるから。今まで全然できなかったけど、これでちょっとは親孝行できたかな。うっ、ロジェ、推薦状。いや、ほら、段取りだとあと二つくらい。いいから、課題は私に親孝行することでしょ。もう十分だから、されたから親孝行。ほら、じらしたら二人がかわいそうでしょ。わかったよ、君がそこまで言うなら。ほら、二人とも。本当にもらっちゃっていいの？まあ構わないだろ。さっきの日記帳だって波の錬金術師は作れない品だ。あれが作れた時点で公認試験に推薦するには十分。これ以上やるとオネットに叱られそうだ。というわけで二人とも合格。そうそう、花丸大合格よ。二人の力は私が保証してあげる。ありがとう、お母さん。師匠、折り入ってご相談したいことが。何よ、もったいぶっちゃって気持ち悪い。せっかく雰囲気出してみたのに。なるほど、推薦状ね。確かに公認錬金術師の私になら書けるわね。でも書けるのと実際に書くのとは別問題。そんな、師匠、推薦状くれないんですか？そんなことは言ってないでしょ。ただでは書かないって言っただけよ。推薦状を書いて欲しければ、師匠である私にあなたたちの成長を見せてみなさい。成長を見せる？ああ、背ならちょびっと伸びましたよ。なんですって。羨ましい。じゃなくて、錬金術の成長に決まってるでしょ。ですよね。でも成長を見せるって言っても、
そこは大丈夫よ。私が言う課題をこなしてくれればいいわ。課題を無事に終わらせたら、成長を認めて推薦状を書いてあげる。わかりました。覚悟してくださいよ、師匠。そうかしらね。それじゃあ早速、最初の課題よ。中和剤を私に持ってきなさい。それも、とにかく大量に。手で持ちきれないくらい。え、そんなにですか？ええ、そんなによ。それじゃ、頑張ってみせなさい。とりあえず数と質は平気みたい。それでどうだった？まあ言われてみれば面倒でした。言われてみればね。それじゃあ最初の課題は合格だわ。え、
そうなんですか？でもどうして？簡単な話よ。昔のあなたたちだったらとんでもなく面倒くさがってたでしょ。うん、確かにそんな気がする。雑用も錬金術師の仕事のうち、それを理解して面倒がらずに代をこなした。というわけで最初の試験は合格よ。なるほど。認めてもらえてよかったです。は、安心するには早いわよ。まだ一つ目の課題をこなしただけなんだから。じゃあ二つ目の課題、メモにある場所にいる魔物を退治してくること。魔物を倒してくるだけですよね。あら、そう？それじゃ頑張ってらっしゃい。やるべきことは、さて行き先は、師匠のメモにあったのはここだよね。うん、多分ね。そういえば前ここで師匠に助けてもらったっけ。そうだったね。あの時はヘッポコピーだったけど、今は成長したんだってところ。みんな頑張っていこう。やっちゃえ。楽勝です。うい。普通に勝てちゃったか。うん、私たちもだいぶ強くなったのかも。そうね、体も心もとっても強くなったわ。え、師匠？もしかして見てたんですか？ええ、バッチリとね。大慌てしてた二人とはまるで別人みたい。ちゃんと相手をまっすぐ見据えて戦ってた。師匠。これで二つ目の課題も終わり。二人とも後で私のアトリエに来なさい。最後の課題を出してあげるから。それじゃバイバイ。ミル師匠、私たちのことを認めてくれたのかな。少しはね。でもまだだよ。最後の課題をこなして師匠にもっともっと認めてもらわなきゃ。目的地はどのあたり？それじゃ最後の課題を伝えるわ。最後の課題は、あなたたちの全力を尽くして夢の絵筆を作ってくることよ。中途半端は許さないわ。全力も全力。わかりました。最後の課題お受けします。私たちの全力、師匠に見せつけてみせますから。覚悟しておいてくださいよ。言ってくれるじゃない。あなたたちの腕前がどれだけ上がったか楽しみにしてるわよ。さあ行こう。うーん、なになに？
特性はどれがいいかな。こんな感じ。これにて完成。さあ行こう。師匠、作ってきました。お見事、合格よ。火の打ちどころのない出来だわ。それじゃ、これは師匠からのお祝いよ。わあ、推薦状だ。ありがとうございます、師匠。お礼を言う必要はないわよ。あなたたちは実力で課題をこなしたんだもの。師匠とか弟子とか関係なく、あなたたちを一人前の錬金術師として認めるわ。二人とも、これからも精進しなさいよね。はーい、わかってまーす。改めて言うんじゃないわよ。なんか恥ずかしくなるじゃないの。しかし、二人とも本当に成長したわよね。いえいえ、そんなことないですよ。私たち、まだまだ師匠にはかないませんから。そうですよ、私たちが師匠を超えるその日まで、師匠はずっと私たちの師匠です。あら、それは大変。一生創造しい弟子たちにつきまとわれることになっちゃうじゃない。ああ、言ったな。師匠のことなんてすぐピューって追い越しちゃいますもんね。すぐですからね、すぐ。油断してたら明日にでも。言ってなさい。そう簡単に抜かされる私じゃないんだから。ほら、推薦状はあげたんだから、帰った帰った。帰って錬金術の勉強でもしなさい。私を超えるつもりならなおさらね。そうですね。じゃあ師匠、またさーて、私も負けてられないわね。お出かけ、お出かけ。リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。